はい、簡単なレイヤーのやり方なんですが、彼女バングが、今この辺だったんで、まあ、ちょっと切っちゃったんですけど、でこの横のつながりが悪い場合どうやってやっていくかっていう場合、前髪とここのラインをきれいにつなげて、ここ皆さん困ると思うんですけど、前髪とここどうやってつなげたらいいのかなとか、前髪だけで切った方がいいのかなとか、いろいろ迷われると思うんですけど、そういう時はこれはR2 セニングって言って、縛ってない、いや、何もしないの、このまま、あ、こういう状態でやってるのか、あ、全然R2 セニングでつなげていきます。はい、簡単なレイヤーのやり方なんですが、彼女バングが、今この辺だったんで、まあ、ちょっと切っちゃったんですけど、でこの横のつながりが悪い場合どうやってやっていくかっていう場合、前髪とここのラインをきれいにつなげていく方法、皆さん困ると思うんですけど、前髪とここどうやってつなげたらいいのかなとか、前髪だけで切った方がいいのかなとか、いろいろ迷われると思うんですけど、そういう時はこれはR2 セニングって言って、そぎじゃなくてベースカット用に、まあ、僕が今使ってるやつなんですね。 で彼女の場合ちょっと毛先が結構引っかかるんで、この毛先のところをまとめてちょっと触ってもらっていいですか。結構さらっとちょっとさらっとしますよね。結構違いますよね。で、前髪のラインが先ほど切ったところが、まあ、つながりが曖昧なので、前髪のところをちょっと切っていきます。切るですよね。そう。はい、これでだいぶ綺麗になったんで、もうこんな感じで OK かなと思います。